それでは時間になりましたので、eLife によります、Publishing and Reviewing with eLife と題しましたウェビナーを開始させていただきたいと思います。現在、まだ参加者の方が入ってきてくださっていますけれども、時間になりましたので、このあたりで始めさせていただきたいと思います。それではまず最初に、皆様このお忙しい時間帯にもかかわらず本当にたくさんの方にご参加いただきまして、深く感謝申し上げます。現在、参加者は80名を超えておりまして、登録者数は170名ほどに達しているとお聞きしていますので、またこれから増えてこられると思います。よろしくお願いします。本日は多くの方がご参加されるに加えまして、eLife の方がスタッフ2名が海外からもコネクトしております。準備つつがなく進めたつもりではございますが、不手際などもしございましてもどうぞご了承いただきまして、1時間ほどの時間どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。本日司会させていただいていますのは私、福本武史と申します。私は神戸大学医学部附属病院で皮膚科医として勤務しております。それゆえただいまマスクで非常に見苦しい姿で申し訳ないんですけれども、病院の規則上マスクが外せませんので、この形でご了承いただきたいと思います。私は今年から eLife の日本代表地区代表のインターンを拝命しております。この地区代表とインターンというのはどういう仕事をしているのか少し分かりにくいので簡単に説明させていただきますと、eLife の大きな目標の一つに、サイエンスのコミュニティをより強固にすることによって、サイエンス全体の世界のサイエンスのレベルを上げていきたいという目標があります。そのために、どのようなアプローチをしてどういう企画をしていけばいいのかを eLife のスタッフとそして世界中のサイエンティストの皆さんと意見を交換しながら企画を模索していくという立場にあります。その戦略の一つといたしまして、eLife はアジアの国々との関係を今回より強固にしていきたいと、特にアジアの中でも日本という国を選んで、今回日本人のサイエンティスト、サイエンスに関わる方々に参加いただきまして、日本語によるこのウェビナーを企画したという流れです。私は本日司会をさせていただきますけれども、大部分はプレゼンターとして、合田由紀子先生に、お越しいただいています。合田先生は eLife におかれましては長年レビューイングエディターとしてご貢献されておりまして、また現職は理化学研究所脳神経科学研究センターの副センター長を務めておられます。非常にご高名な先生ですので、ご説明がなくても大丈夫かと思いますが、ご略歴を少し述べさせていただきたいと思います。合田先生はアメリカのスタンフォード大学で修士課程を修了されまして、その後、ソーク研究所の方でポスドクをなされました。そして同じく米国のカリフォルニア大学サンディエゴ号で准教授を務められた後にイギリスへ渡られまして、ロンドン大学ユニバーシティカレッジにてグループのシニアリーダーを歴任されました。このように世界の本当に有数の施設で研究実績を積み上げてこられまして、そして2011年より現在の現職に就かれているという役歴です。合田先生の研究の目的、目標はシナプスの可塑性ということで、本当に素晴らしい研究をたくさん発表されてこられまして、2013年には日本神経学学会の塚原中明記念賞も受賞されておられます。私のように臨床に携わるものからすれば、シナプスの機能異常といいますと、やはり難治性の疾患でありますアルツハイマーなど神経疾患の機能の解明であったり、新しい治療法の開発につながるご研究をなされているということで非常に注目しておりました。そのような合田先生が長年の eLife、 そしてご自身の研究の経験を踏まえられまして、本日プレゼンしていただけるということで、私自身も非常に楽しみにしております。本日のアジェンダですけれども、今画面はシェアできておりますでしょうか。
そして2枚目に言っているところですけれども、大きく3つのパートに分かれております。1つ目はまず eLife をご存じない方もおられると思いますので、eLife を簡単に説明させていただきまして、そして2点目は eLife がオリジナルではあります。現在は他のジャーナルもされていらっしゃるところもいますけれども、特徴のあるレビューシステムを少し説明させていただきまして、先ほど述べさせていただきましたように、サイエンス全体のボトムアップには欠かせない若手研究員の支援する、そういう取り組みを eLife を行っておりますので、そのあたりについても少し説明したいと考えております。この3点につきまして、合田先生よりプレゼンしていただきました後に質疑応答の時間を取らせていただいております。質疑応答の方法なんですけれども、Zoom チャットの方に質問を入れていただきますと、私が合田先生の発表の後にそのチャットの文章を読ませていただきまして、合田先生にご回答いただくというパターンと、もしご自身でご発言をご希望される方がおられましたら、ぜひミュートを外してご発言いただくことも可能にしております。また本日は下にちょっと参加のところに名前が出ているかもしれませんが、ロウィーナとマリーン、eLife のスタッフとして今海外からコネクトしております。ぜひ eLife に対しましても質問があられる方はチャットの方に英語で記入いただけますと、ロイーナの方からダイレクトに回答させていただくこともできますので、ぜひご活用いただけたらと思います。それでは簡単ではございましたが、本日の説明させていただきまして、では早速合田先生よろしくお願いいたします。皆さんはじめまして、福本先生どうもありがとうございました。理化学研究所の合田由紀子です。今日はちょっと手短ですけれども、eLife のことをちょっと ご紹介させていただきます。で、じゃあ次のスライド、次のスライドでしょうか。お願いいたします。はい、まずちょっと eLife について大まかな説明です。で、eLife は研究者が研究支援機関に働きかけて研究者のために発足したジャーナルです。で、eLife は学術誌のパブリケーションプロセス、テクノロジーやサイエンスのカルチャー、風習、慣習などを改善することにより、サイエンスにおけるコミュニケーションへ飛躍的な変化をもたらすことを目的としています。で、eLife をサポートしている研究支援機関、財団ですが、これはアメリカのハワード・ヒューズ・メディカル・インスティチュート、イギリスのウェルカム・トラスト、ドイツのマックス・プランク・ソサエティ、それとスウェーデンのワレンバーグ財団があります。で、eLife ではサイエンスコミュニケーションのプラットフォームを運営するにあたって、責任ある行動を推奨して、研究成果の加速につなげることをミッションとしています。で、まあ、責任ある行動って一体何だろうかと思われるかもしれないんですけれども、これは、協調性があること、共同的、あと査読の透明性、誠実的であり、理解力に富んだ査読のレポート、あとその他、ツールやデータ、リソースなどの共有を行うこと、これを責任ある行動と定義しています。で、次は、パブリッシングについてですけれども、まず、eLife は研究者が、生命科学の幅広い分野で、最高の水準と重要性の高い論文を発表することを目指しています。で、特に、論文の評価や発表の仕方については常に改善を意識してクリエイティブなソリューションを見つけることを心がけてきました。eLife へ投稿された論文をどう評価するかということは皆さん非常にご興味をお持ちであるかと思いますが、これは研究内容の厳密さ、どのぐらい実験がしっかりしているか、
あるいは理論はと理論的であるかどうか、あと新しい知見、特に今までとは異なった観点からの考え方を促すような点などを考慮します。eLife では生命科学の幅広い分野を対象としています。でオンライン の eLife のウェブサイトをご覧になると18ぐらいの分野に分かれていると思いますが、この中にはニューロサイエンス、セルバイオロジー、キャンサーバイオロジー、ジェネティクス&ジュノミクス、あとマイクロバイオロジーなどを含んでおります。次のスライドですけれども、eLife の論文はすべてオープンアクセスで発表されます。したがって誰でもが自由に閲覧できます。でここに挙げているのは、これは京都大学の本庶佑先生が今年3月に発表された論文です。でここには、タイトルとアブストラクトがありますが、クリックして論文 PDF をダウンロードすることも可能ですし、あとそのままオンラインでフィギュアなども含めて閲覧することも可能です。で次ですが、eLife はファンディングエディターインチーフはランディ・シェックモンが長年勤めていました。2012年に発足したんですけれども、ずっと長年ランディが勤めて、昨年の3月に新しくエディターインチーフとしてマイケル・アイゼンが入りました。そして、3人のデピュティエディターと60数名ほどのシニアエディターがおりまして、そのシニアエディターの中には東京大学の谷口忠嗣先生もいらっしゃいます。でリビューエディターは600名近くいるんですけれども、その中では阪大の大阪大学の坂口先生もいらっしゃいます。で全リストはオンラインでご確認いただけることができます。で次ですが、eLife の特にユニークな点として、査読のプロセスをご紹介させていただきます。で eLife では、すべてのディシジョンは現役の研究者であるエディターによってなされます。で初回の投稿は非常に簡易化されておりまして、論文の PDF ファイルとカバーレターだけが必要でして、それでジャーナルのフォーマットとかに合わせる準備などは省けることができます。で投稿された論文はまずはシニアエディターと論文の内容にマッチした、その分野にマッチした 2,3 名のリビューイングエディター、先ほど500、600名近くいると言いましたが、その中で非常にマッチしたリビューイングエディターとが読んで、レビューフルサブミッションをインバイトするかどうかっていう議論がされます。でその後フルサブミッションがインバイトされるとレビューに出されまして、それでその後レビューが戻ってきた時点でエディターとあとレビューアーがお互いにオンラインですがレビューをお互いのレビューをこう議論し合って結果をまとめます。で追加実験は絶対に必要と判断された場合だけ要求されます。でデバイスのリクエストは一つのファイルにまとめられて、論文がアクセプトの水準を満たすために最低限必要な実験についてエディターとレビューアーが合議して明確なガイダンスを一つのディシジョンレターにまとめられます。それですごい本当に明確なガイダンスが記載されます。で、投稿者へ、送られるディシジョンレターとそれに対してのレスポンスレターですけれども、これはアクセプトされた論文とともにオンラインで掲載されます。でこれは
砂漠の透明性を確保するための一つの手段であります。で、次ですが、このスライドは、砂漠のフローを図で表したものです。で、 eLife ではフェアで透明性のある砂漠プロセスを展開して、それをすることによって説得力のあるインパクトの高いという強力な論文の発表に向けて手助けをすることに努めております。ここに先ほど申し上げましたが、論文が投稿された後にシニアエディターと数名のリビューにエディターが合議して、イニシャルサブミッションをフルサブミッションをインバイトするかどうか議論します。で、ここでは 30% 投稿されたうちの 30% ほどがフルサブミッションにインバイトされております。現在の状況で、それでフルサブミッションしてレビューが戻ってきた時点で、このeLife の特徴的であるこうコンサルテイティブピアレビューっていう、レビューエディターとレビューアー同士の合議が行われます。これもうちょっと詳しく次のスライドで説明しますが、でこの時点でだいたいお断りするか、それかeLifeでのパブリケーションを目指してリバイスをお願いするか、だいたい五分五分の割合です。で、次のスライドですけれども、こちらがその特徴的なオンラインのレビューアー同士のコンサルテーションです。で、この場合ですね、レビューエディターはそれぞれのレビューアーが公平性を持って保って意見できるように注意をします。で、これどういう意味かと言いますと、 eLife では若手の研究者をレビューアーとして寄与することを非常に積極的に進めております。ただ そういう場合、こう若手研究者がこうシニアの研究者のまたレビューアーに遠慮してしまう、そういうことがないようにやはりこう注意しております。ただし私の経験からではまたそういうことは全くなくて、皆さんかなりワイワイと活発な議論が進められます。で、レビューアー同士ではコメントがオープンであるために、非常にそのレビューアー同士の名前も知ってますし、それで丁寧で無駄がなくて非常に建設的なレビューが期待されています。特によくあるんですけれども、例えばジャーナル出してレビューが戻ってきて、3つのレビューが戻ってきて、1つのレビューは非常に論文に寄り添った形で、で、あとそれぞれなる一歩、もう一つのレビューアーは非常に厳しいレビューがあると、で、3番目のレビューはその中間の立場である、こういうレビューが戻ってくるとオーサーとしてはどのようにして対応していいかちょっと困ってしまうことがあるかと思います。ただしそれを前もって合議することで、この論文筆者はこうバラバラのレビューが届くのではなく、非常にまとまったレビューが一つのリストが届きますので、どのようなふうにして矛盾するコメントへ対応するかどうかのこう労力が省けて非常に効率的かと思います。あとまた最低限必要なデバイスの線引き、非常に気になるところかと思いますけれども、これはだいたい2ヶ月間で実験とかリバイスを行うことが可能であるかということが線引きとされてきました。で、これはCOVID の前です。で現在 COVID の後COVID の、パンデミックのことなので、その2ヶ月っていう時間制限自体は設けておりません。なのでできるだけ、時間はかかるかもしれないけれども待っているという状態です。それであともう一点ですけれども、査読プロセスでは通常はレビューエンドエディターがレビューアーの一人として論文を査読するため、大部分の論文は1回のレビューサイクルで、1回のリバイスサイクルでしょうか、でアクセプトが決まるという確率が非常に高いです。
次のこちらのスライドですけれども、先ほど申し上げた通り、投稿者へ送られるデシジョンレターと、それに対してのレスポンスレターは、アクセプトされた論文とともにオンラインで掲載されます。でこちら例ですけれども、上の方に四角い中に、掲載があると思います。でその際、そのシニアエディターとレビューエディターの名前、あとレビューアーの人数で、名前を公開することに前もって許可を得たレビューアーの名前が同じく掲載されます。でこれはやはり透明性を保つということです。ここまで eLife の査読プロセスについてご説明させていただきましたが、いかがでしょうか。質疑応答に入る前に、若手研究者のキャリアパスを支援するいくつかの企画や制度についてちょっと手短にご紹介させていただきます。冒頭で eLife ではサイエンスコミュニケーションのプラットフォームを通して責任ある行動を推奨して研究成果の加速へつなげることをミッションとしていると述べましたが、若手研究者へのしかかるプレッシャーに対応するためにいくつかのイニシアチブを導入しております。でリピートになりますけれども、eLife ではサイエンスにおける慣習しきたりみたいなものになってしまっているかと思いますけれども、その中でベストプラクティス、つまりは最善な慣習を推奨していますが、若手研究者に寄り添って以下の活動を行っております。で一つとしては eLife アンバサダーズプログラムというのがあります。でこれはアドボカシーやコラボレーションスキル、例えば例ですけども、ハラスメント防止対策やキャリアパス、データ利活用などについてこう議論して、若手の250名ぐらいアンバサダーが今いるかと思うんですけれども、いろいろグループに分かれて活動しています。で2点目ですけれども、先ほども申し上げましたけれども、査読プロセスにおいて若手研究者をレビューアーとして積極的に起用することを推奨しています。で3つ目として、若手のオーサーへのトラベルアワードを出しています。で4つ目はインタビューやポッドキャストやウェビナーを見やすことで若手研究者のプロモーションをしています。それで、私としてもレビューアー、レビューエディターを務めておりますが、やはり若手のレビューアーを頼んで起用する場合、やはり現役でバリバリと研究していたポスドクの期間にすごい近いっていうこともあって、非常にフレッシュな面、そういう点から論文を査読してくれるので、シニアのもちょっとこう違う観点からの査読と、こう2つの観点からいろいろあって、非常にいいと思います。有効です。ということで、福本先生にちょっとマイクをお戻しします。ありがとうございました、郷田先生。的確に、クリアーに eLife をご説明いただきまして、またレビューのシステムについても説明いただき、最後には若手研究員への支援についても述べていただけたと思います。それでは次のスライドなんですけれども、最初お話しさせていただきましたように質疑応答になります。ただあれからまた20名ほど新しい方がご参加いただいてますので、質疑応答の方法についてもう一度簡単に復習させていただきたいと思います。
まず一つは、Zoom のチャット機能を使いまして、メールを入れていただきますと、私がそれを読ませていただきまして、合田先生にご回答いただくという方法、もしくは、ご自身でご意見を述べられたい方のために、ミュートを外させていただきまして、自由に発言をしていただけるパターン。そして、eLife のスタッフが待機しておりますので、雑誌にダイレクトに質問を聞きたい方は、ぜひ、チャットの中に英語で、記入いただけますと、それをタイムリーに今、返信してもらえるということですので、ぜひご活用いただけたらと思います。それでは、どうでしょうか。どなたか、ご質問、ご意見、ございますでしょうか。何かプレゼンの中 のことでもいいですし、もうちょっとクリアでなかった点とか、何でも思いついたことをどんどんご質問いただけると嬉しく思います。そしたら少し皆さん考えていただいている間に、私の方からも一つお聞きしてもよろしいでしょうか。せっかく合田先生とお話しできる機会ですので、合田先生、まず一つは eLife のウェビナーですので、eLife が先生にとって他のジャーナルと大きく違う点、もちろんそのレビューのシステムとかあると思いますが、もう一つ何か先生の印象で違う点ってございますでしょうか。はい、やはりレビューの査読の仕方が一番特徴的かと思います。他のジャーナルでもエディターとか、勤めてるんですけれども、eLife の場合はやはりこうレビューが戻ってきた時点で、だいたい3名ぐらい、3、4名なんですけれども、各自のレビューをディスカッションして、それで、時々、先ほどもプレゼン中に申し上げましたけれども、かなりレビューがばらつくことがあります。こう厳しいレビューと、もうちょっとこう寄り添った感じのレビューと、でその間をどういうふうにまとめるかっていうのもチャレンジなんですけれども、やはりお互いからこういろんなことを学びます。で、レビューにとってどこがどういう理由で大事だか、大事であるか、でここは絶対こうしないといけないんだとか、いやここはでもちょっと厳しすぎたかなっていうか、このリクエストは実際これをリクエストすることで本当にこの論文が良くなるのであるかどうか、もう少し、そしたらちょっとしたらこう余分な余計なリクエストかもしれないしとか、コメントかもしれないしとか、そういうところをいろいろこうディスカッションして、ある意味ではこうジャーナルクラブみたいな感じに、なるし、結構そうですね、ラーニングプロセスですので楽しいということはあります。で他のジャーナルだと、自分のコメントした後でとか、あとディセジョンをされた後でこう他のレビューアーのコメントとか戻ってくるんですけれども、あこれはそうだったなとか、それも習うことができるんですけれども、やはりこうお互いにこうディスカッションし合えるということは非常に有意義だと思います。私もeLifeに関わらせていただいて半年ほどなるんですけれど、多くの合田先生以外のレビューの先生方、サイエンスの方々にもお会いします。皆さん本当にこの eLifeを楽しんで活動されているというようなことがお見受けできましたので、本当に私自身もいい雑誌だなというふうに拝見させていただいております。それでは先生、質問が何点か来ておりますので、読ませていただいてよろしいでしょうか。はい、まず1点目ですけれども、レビューアーは eLifeに選ばれているレビューイングエディターの方のみをカバーレターに書くべきで、レビューイングエディター以外の方は書いても査読に回ることはないのでしょうか。いや、そうではないです。だいたい査読に回るレビューイングエディターは1名ぐらいがほとんど多くて、でその他のレビューアーは直接レビューインエディターでないサイエンティスト、非常に専門に近い、いろいろな
いい観点から論文を査読していただける先生方とかに依頼します。それでそのカバーレターですけれども、やはり自分がこう適しているかなっていう方々をぜひともリストアップしていただくことはいいと思います。ただあまり多すぎても困るんですけれども、うん、そうですね、3、4名、うん、4、5名ですかした、うん、はい、わかりました。そしたらそういうふうにカバーレターに、自分たちで考えて適する先生、開発者の方を書かせていただくことも可能ということで、ありがとうございます。次の質問なんですけれども、査読結果をまとめていただけるのはすごくありがたいと思います。雑誌側の研究者はすごく大変だと思います。査読に回った場合にどれぐらいで最初の判定結果が返ってくるのでしょうか。期間についての質問でしょうか。ですね、査読に入って、あ、だいたい今の平均が、1ヶ月という出てますけれども、ちょっとやはり、COVID のパンデミックに入ってからちょっとかなりブレるかと思います、うん、そうですよね。ちょっとジャーナルの方に聞いてみましょうか。そうですね、Maria、there's a question concerning how long it takes for the peer reviews to be completed, and I have 30 days in my notes somewhere, but I'm just afraid things might be quite variable due to the pandemic, and if you could let us know. Sure. So hello everyone. I hope that Takeshi will then translate for me, so I'm part of the live staff team. So on average, the turnaround time to return reviews is still roughly 32 days. But indeed, with the pandemic, it's been a bit more difficult, especially to get reviewers. Everyone is really busy. But so far, the numbers have been consistent as to what we've experienced before. Thanks, Ikika. Thank you. そうですね、今マリアの方から回答があったと思いますけれども、やはり一応同じようなスケジュールで組めるように頑張ってはいますけれども、できるだけ最善を尽くして、頑張っていただけているということでいいかと思います。それでは、たくさん質問が続いておりますので次に行かせていただきます。最低率の低さからeLIFEへの投稿は難しいと感じています。採択する論文数を増やすために姉妹誌などを発刊する予定はないでしょうか、ということです。採択数なんですけれども、これは eLIFE は全部すべてオンラインの掲載ですので、数のリミットは絶対リミットはないんです。なのでいくらでも、数を多くすることはできます。ただやはりクオリティチェックっていうものが必要でして、それでイニシャルサブミッションと、あとサブミッションがフルサブミッションがインバイトされた時点でレビューアーに送るっていう手順が入るんですけれども、それでやはりこう精査して現状では 17% という、初めの投稿から 17% という数になっています。ただしその目的でここの、何本までという、そういうふうに絞られていることではないです。それで、すいません、ボード先生どうぞ。どうぞ。姉妹誌などは確か発刊する予定はしばらくはありませんですよね。ないと思います。Maria, there's a question about whether eLIFE plans to publish some sister journals. Yes, I saw that one on the chat. So that's a conversation that we've had before, but the consensus among the editors has always been that we really want the eLIFE journals to persist as this single place. So one of the unique things that we tried to do when we launched eLIFE, and that was pretty much Randy Shechtman's job,
was to have a place where researchers doing interdisciplinary research could come to. So if you're doing a statistical analysis that has a broad impact in neuroscience, and if you're really crossing fields in biology, that's the kind of research we want to welcome in eLife. So we're although we've had that conversation, that isn't in the plans to have any sister or cascade journals. そうですね、やはりしばらくはそういう予定はなくて、ただ検討はされていらっしゃるそうですので、また将来あるのかもしれません。それではすいません、次がかなり質問がたくさんいただいてありがとうございます。次の質問ですけれども、以前 eLife は外部レビューに回した論文は基本的に採択するという試みを行っていたと記憶しています。それはうまくいったのでしょうか。私詳しいことは知らないんですけど、今 50% なので、半分はいくかなって言って、一応研究者に非常に寄り添った形で査読を行っていますけれども、あまりにも追加実験が多くなってしまう、その2ヶ月以上になってしまうっていうと、一度お断りします。ただし、その後ですね、クリティックのディシジョンレターにこうリストアップして、こういうことが必要だとか、その理由をに対応して、また新しく実験データとか追加してされた場合は、やはりこう新規に応募されても、一度、前にレビューされたレビューアーに出すとか、いろいろ考慮して、前の続きだということを加味します。はい、なるほど、ありがとうございます。次が次ですね、聞き逃してしまっていたら申し訳ございません。査読プロセスに関して、初めにアブストラクトのようなものを投稿してから、フルのドラフトを投稿するというスライド描写があったかと存じますが、アブストラクトのようなものを投稿してからフルドラフトを送るまでに時間的な猶予はありますでしょうか。はい、これは初めに投稿するのはカバーレターと、あと PDF 化された論文です。アブストラクトだけではなくて、アブストラクトも含んだアブストラクト、イントロダクション、リザルツとディスカッションとフィギュアということで、ただしジャーナルのスタイルにフォーマットをする必要はないっていうことで、一つのシングルファイルとして PDF 化して、サビミットするっていうことでした。はい、はい、ありがとうございます。次の質問ですけれども、eLife の創設はノベルティとは何かなど、方法論の妥当性自体を問うような特色のあるものが多く、よく読んでいます。ありがとうございます。これはご意見ですかね。ありがとうございます。それではちょっと次のご質問に移動したいと思います。はい。このような、すいません。この先ほどのご意見について、質問が続いているようです。このような創設を投稿する際も、通常の研究論文と同じプロセスを踏むのでしょうか。創設を投稿する際ということでしょうか。こちらはちょっとマリアに聞いてみましょう。マリア、There's a question about review articles being reviewed.And I'm not so aware of what might be the process, or is there any process that's different for refereeing a review article? Sure. So review articles in eLife, we introduced those 2 years ago. Usually they are commissioned by senior editors of eLife on topics that we consider to be particularly timely,
and where we think that the authors will have a critical or a regional view about that field of research. In terms of peer review, they go through the usual process. So there is an editor that gets assigned to the paper, just like Yukiko described. And then we aim to recruit through three peer reviewers usually. So in terms of the criteria, because the article itself is different from an original research article, usually the reviewers try to evaluate if, for example, the authors are alluding to their work in a undoubtedly way, for example, or if the review is really bringing something new to the literature about that topic. So more than providing an overview of the literature, we in the eLife review articles really aim to provide some clues on where that field of research is going to, and exploring original perspectives as well that may have not yet been covered in other review articles. Do you think this answered the question, Yukiko? Yes, thank you very much. Thank you. Thanks.そうですね、プロセスという点に関しましては通常のアーティクルと同様に、大体3人ほどのレビューアーがリクルートされまして同じプロセスを踏むということになるようです。それでよろしいですかね、ニコーダ先生、先ほどの質問に関しましては。 そうですね、あと、はい、創設はコミッションされてると、今まではマリアさんおっしゃってましたっていうか、こう書いてくれそうな、なんか面白いトピックがあったら、ターゲットして依頼するって、ただし依頼した上でもやはり厳しい厳しい、はい、そうですね、厳格な、厳格な、分かりました、はい、いつも通りの、はい、いつも通りですね、はい、どうですか、ありがとうございます。次の、すいません、結構質問をいただいてありがとうございます。次が、リバイスにかかって、追加実験をしたところをリジェクトされた場合、どこかの雑誌へトランスファーのシステムはありますでしょうか？はい、トランスファーについてなんですけれども、特別のこう、まあ、シスタージャーナルとかはないということで、ただしトランスファーどこかの他のジャーナルへ、出す場合ですね、レビューアーのコメントをつけることできます。で、それは eLife の方に依頼していただけると、こうレビューコメントを回して、で、その次のジャーナルにもうこちらは eLife へ出してこういうコメントが返ってきましたっていう、そういうトランスファーの流れは、お手伝いさせていただいています。ということは、その次の雑誌はオーサーの方々が選べるということですかね？はい、はい、どこでもいいということですね。あ、分かりました、はい、ありがとうございます。それでは次の質問なんですけれども、最近以前は見かけなかった生命科学のための解析技術など方法論の論文を eLife でちらほら見かけますが、ジャーナルとして技術開発論文の扱いについてポリシーはありますでしょうか？はい、この技術開発論文についても研究のベーシックリサーチのデータと発表論文と同じような感じに、やはりこう新しい知見、何か新しいことでそう分野を引っ張る力があるかどうかということを、に注目を置きます、に注意します。ですので、ポリシーとしては、それ技術開発論文だけの特別な扱いということは特にないです。ありがとうございます。次の質問に移りたいと思います。オーサーガイドでは、これですね、プレプリントのプレプリントのサーバーを通じての投稿を推奨されていらっしゃるようですが、
これまで、それらのサーバーを利用したことがないので、このサーバーを通すか通さないかで、その後の査読プロセスに差があるか教えていただけますと幸いですというご質問いただいております。はい、このバイオアーカイブにリストをするかどうかですけれども、査読プロセスについては絶対影響はございません、うん、ただし、うん、オーサーとしては例えばバイオアーカイブに投稿する際にすでに PDF 化とかしていると思うので、全くその同じ形で、うん、初めにeLife に投稿するときそれを使えるので、うん、まあその利便性みたいなものはあるかなとは思います、うんうん、そうですね。あと、まあ、同じく同様のアーカイブのことに関して別の方からご質問いただいているんですけれども、先ほど、まあ、郷田先生お答えいただいているかもしれませんが、トランスファーの質問で、逆にアーカイブから、eLife への投稿は可能でしょうかと、先にアーカイブに投稿しておいて eLife へ投稿することも可能でしょうかというご質問いただいております。はい、そちらももちろん可能です、はい、投稿した後に、はい、バイオアーカイブにリストアップしても良いですし、いつでも良いということです、はいはい、ありがとうございます、そして次の質問なんですけれども、次の雑誌へ投稿時に査読コメントもトランスファー可能というのは、レビューコメントの範囲でなくても可能なのですか。可能というのはレビューコメントの範囲でなく、なくとも可能。でも可能。Takeshi and Yukiko, may I just interrupt? Have you just asked the question from Keisuke Shirakura? Yes. So I'm happy to respond to that one, Takeshi, and if you can translate, I think can you? Okay. I think the question is whether if someone posts a paper on review comments, which is a platform for journal peer review, if they can then transfer the paper to eLife, even if the comments are negative. Is that what, more or less what's in the question? Can you confirm for me the translation? Yeah, this question may be... Yes, when the author want to transfer to the next journal, Exactly. So, I'm happy to respond. So, Review Commons is this platform that was established by EMBO, which is a publisher, and they are doing what is called journal agnostic peer review. So, basically, a researcher can submit their paper to this platform, and it will be peer reviewed by members of their editorial board. So, in some ways, it's similar to a journal. And what is really interesting about this project is that the authors get reviews and then they can decide if they want to submit to a journal with those reviews that they've received from these review commons community. So there are various journals associated with this platform. eLife is one of them. So absolutely, if you are interested in submitting your paper to review commons and have received the reviews, you can then send your paper and the reviews you've received from this journal to eLife. What will happen is that nonetheless, once the journal eLife receives the reviews and your paper, we will still want to have our editors evaluating whether the paper fits the scope of the eLife journal. So there are the potential outcomes may be that we want the same reviewers to take a look at the paper and the reviews and the author's response that has been uploaded. We might want to have a brief consultation with a senior editor and the reviewing editor of eLife to evaluate the merits of the paper and how the authors have addressed the reviewer's concerns. Or if we think that the author's response to the points that were raised by the reviewers is satisfactory, we can proceed with acceptance. So we have published a few papers that have come through the system, and then we have reviewed a few as well. So it's something worth exploring. Thank you.
このシステムについてちょっと私分からなかったんですけれども、今マリア言ってたのはレビュー、他のジャーナルでレビューされた場合ということなんですかね。はい、あのエンボジャーナルなどがこう初めてこう、オープンプラットフォームで、ジャーナルを名前を伏せて、なるほど、いろんなジャーナルレビューアーが、なるほど、ね、システムでレビューされてって、うんうんうん、いうあ、なるほど、結構新しい実験的な企画なんですけれども、で、うんうん、eLife でもそのシステムを通して、あの、来たジャーナルを掲載して、アクセプトしたこと、いくつかあります。うんうん、なるほど、ありがとうございます。ご質問に、答えれてない場合は大変お手数ですが、もう一度ご質問を言っていただけますと、再度お聞きしたいと思います。次の質問に移らせていただきます。次の質問は直接コメントを入れてくださっている方がおられますね。で、ロビーナが答えていますので、それを読んだ方がいいですかね。読んでみましょうか。はい。ダイレクトに eLife へいただいた質問になります。大田先生が答えられている。はい、ちょっとお待ちください。eLife のアクセプトのシステムについてなんですけれども、So Takeshi and Yuki, I'm happy to help. So I think. Yeah, thank you. You're welcome. We've just received an interesting question, which was about an experiment that eLife did last year. So eLife really wants to, I think Yukiko mentioned this earlier in our presentation, that eLife really wants to get away from this idea that researchers need to publish in high impact journals to be recognized by their work. So we really, in eLife, one of the things that has been really important to us since the very beginning is to give more control to authors on what's in their paper. So it's not the reviewer's paper, it's the author's work, and that should be reflected in the manuscript. So with kind of this idea in mind, eLife did an experiment that we call the peer review trial. This was something that we offered to 300 authors. And the idea was that if authors wanted to take part in this process, they could submit the paper to eLife. And at that point, if the paper would pass the first initial submission stage, so if it was deemed suitable of peer review, eLife would commit to publish the paper, regardless then of what the reviews would say, in a sense, unless the paper was completely flawed and could be harmful to have published. With what we've learned from this experiment was that because we were committing to publish papers if they were sent out for review, the editors were more diligent and more stringent in that first assessment. So we observed that we rejected more papers at that stage than in the usual process. But then the outcome after review was that it was pretty much the same. So the papers that were peer reviewed had the same chances of getting published in eLife as in the normal process. What we've learned from this experience was that it was really interesting to see how the authors behaved. But that made us realize that we needed to learn more about how we can give more prominence to assessments of papers, and also to give more control to authors on the decision to publish. So I must, a point that I didn't mention earlier was that with the papers that were published as part of this peer review trial, the editor, once accepting the paper, was also asked to rank the author response. So if the authors had addressed the
consents in full, so, or if any minor or major concerns persisted. And most papers that we publish, actually, the editors were satisfied with this outcome. But this experiment really helped us think of other steps of eLife. So one of the things that we then, so we finished this trial, we didn't implement this process, so it was a one-off thing. And after that, what we introduced was having the editor writing a brief summary of the paper that is directed to a broad readership, highlighting why eLife is publishing this paper and now, in the hopes that by having these assessments from editors really helps readers that may not be necessarily researchers, but be involved in research evaluation, like funders, having a clear indication of the merits of the paper instead of using the brand eLife or Nature or Science or Cell, for example. So Takeshi, I know this is a lot to translate. Thank you. Thank you, Maria. おそらく少し短めに答えさせていただきますと、まずいただいた質問のトライアルはちょっと私も存じ上げなかったんですが、去年ですかね、eLife の方はそのトライアルをしてみたんだけれども、どうもうまくいかなかったということで、現在は行っていないということだと思います。いただいた質問の一番のメインはこのトライアルがどうだったかということだと思います。現在は行っていない。で、さらにしかし eLife はそこから経験したことを糧といたしまして、現在レビューアーのコメント、なぜこういうこの論文がアクセプトされたかという、その論文のポイントをつけたコメントを付すようになったということでしょうか。またこのトライアル自体も、その新しいトライアル自体もなされたばかりですので、まあ、eLife としても今後それがよくいくかどうかを見ているという段階ということで、答えになってますでしょうか、郷田先生。はい、そうだと思います。かなりやっぱりこう絶対アクセプトしないといけないということになると、やはりレビューが厳しくなる。で、結局は、まあ、同じ確率になってしまうということで、そうですね。はい、ありがとうございます。はい、すみません、少しお時間が迫ってきましたけれども、まだ質問いただいてますので、よろしいでしょうか。すみません、ちょっと急ぎます。今年からレビューエディターをしていますが、郷田さんがおっしゃるようにエディターの間のディスカッションはジャーナルクラブのようです。採択を決定するというより、ディスカッションを楽しんでいるようなところがあります。 eLife は新しいことをきちんとやった研究であれば採択の可能性は高いと思います。こちらコメントですね、レビューエディターの先生からコメントをいただいたようで、ありがとうございます。それに対してちょっと一つコメントというか、なんかアドバイスお願いします。本当にきちんとリバイスしてコメントに対応したら、採択の確率本当に高いと思います。ただしその反面、時々残念だなと思うのは、まだこう特に若い方とかこう対応に慣れていない BI、まあ、若手の方が多かったのかな、そういう経験があるんですけれども、きちっとこうリクエストに沿わない感じでリバイスを出してしまったっていうちょっと残念なこともあるので、こちら非常に大事な点かと思います。こうやはりこう合議して、こう単にこう合議したのではなく、こうパパッと やったんじゃなくて、かなり長い行ったり来たりのコメントのやり合いをして、こう一つの、ディシジョンレターにまとめますの で、でこちらからもすごいエフォートをかなり努力しているもの、努力してリストアップしたことですので、やはりそちらもこうきちっと対応していただけると、やはり非常にいい確率だと思います。ありがとうございます。郷田先生、追加のコメントありがとうございました。それでは少し
時間が少し過ぎてしまいまして申し訳ありませんでした。本当にたくさんのご質問いただきまして、eLife をより皆さんに、お知らせすることができたのではないかと思います。本日は本当にお忙しい時間帯にもかかわらず100名を超える方に参加いただきまして、我々も大変喜んでおります。ご質問が一応今チャットに入っているのは全てお答えさせていただいたとは思っているんですけれども、もし抜けているようなことがございましたらこちらに示してありますメールアドレス、私福本もしくはマリア、マリアは先ほど質問に答えてくれていました eLife のスタッフですけれども、ぜひ E メールで追加の質問などございましたらぜひよろしくお願いいたします。また我々ウェブサイトも持っておりますので、こちらレーザーポイントでちょっとさせてみます。こちらのウェブサイトでは日本のサイエンティストの方々が eLife で発表された素晴らしい仕事が載っておりますので、ぜひまた入っていただけますと幸いと思います。本日は本当に長い時間、多数のご質問もいただきまして本当にありがとうございました。また郷田先生、貴重な時間いただきまして、大変勉強になりました。ありがとうございます。それでは皆さん、今日は本当にありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございます。